皆さんこんにちは、ゆとなみやです。今日は夢占いについての話をしていきたいと思います。よく配信などに来てくださっている方からいただいた、こんな夢見てるんですけどっていう内容からいきたいと思います。ちなみに私は昨日見た夢について話していいですか？最後の方がいいかな。最後にしようか。ちなみに私は昨日、もうすぐディズニーランドに行くんですけど、その全く同じ日に小学校の時の同級生3人組が、私たちもその日ディズニーランド行くねんけどみたいなっていう夢見ました。マジかと思って。その小学校の時にあんまり好きじゃなかった人たち、なんか攻撃してくる人あんまり好きじゃなくて、私って見えるから、別に言われなくてもこんなこと言われてるとか、こんなことを他で言われてるとかわかるし、わかるから攻撃的な人とか、もう攻撃というよりかは悪口が多い人は嫌い嫌いなんですよ。あんまり好きじゃないんですけど、その悪口めっちゃ言う3人組が、私たちもディズニーランド行くねんけどって言った時も衝撃でしたね。え、何の夢あったんかな。しかもなんかムーミンの予約も取ったみたいな、私たちも取ってるよみたいな感じで言われた。で、夢の中で、あ、ムーミンの予約してないなと思って、父に連絡して、ムーミンの予約取ったみたいな、いや、まだ取ってないでみたいな、なんか取った方がいいらしいよみたいな、今取らないと当日ムーミン入れへんみたいとかって言ってて、で、朝起きましたまあそれで朝起きたんですけどいや、ムーミンってディズニーちゃうやんと思って、はい、そんな夢を見ました。で、今回は1番妊娠する夢、2番好きな人と付き合う夢を妹さんが見たっていうことについてなんですけど、まず妊娠する夢は、妊娠って新しい命を授かるってことじゃないですか。だから誕生するんですよ。何かが変わったりとか、新しいことが始まったりとかするときに見ます。実際に妊娠したときに妊娠する夢見る方もいらっしゃるし、妊娠を希望してる方も見たりもしますし、なんか夢占いとしてはちょっとなんか幅広い感じな気がするけど、何かが変わる時とかに見るかも。そうですね、現在新しいことが始まるっていうサインやから、今悪い状況の人はその妊娠する夢見たらいいことが起こるよっていう暗示やし、現在今すごくいい状態で幸運やなって感じてる方が妊娠する夢見たら逆のことが起こったりする、ちょっと嫌なことが起こったりとか、運気が停滞していくみたいな、何かがちょっと悪い方向に変わってしまうよっていう暗示やったりもします。なので今どういう状況に自分がいるかっていうのがあるかな、大事かもしれないです。で、この2番なんですけど、この方は好きな方がいるんですよ。好きな人というか芸能人なんですけど、好きなアイドルの推しさんがいるのかな、推しさんがいる推しがいるんですよ、この方はね。その推しと付き合う夢を妹さんが見たっていうことなんですけど、自分が推してる人と自分が付き合う夢、推してる人と付き合う夢って自分が一番見たいじゃないですか。でも自分は見れなくって、それを妹さんが見たということがちょっと不思議というか驚きというか、そういうところで DM いただいてるんですけど、なんか夢占いとちょっと違うかもしれないんですけど、単純にね、妹さんが思ってるんですよ妹さんがお姉ちゃんとその推しさん付き合えたらいいのになとか、付き合ったらどうなんかなとか、合ってるかなみたいなのを考えてくれてたりとか、付き合えたらいいとかじゃなくて、なんやろね、会えたらいいのになとか、仲良くなれたらいいのになっていう思いが夢になってる感じする気がします。私はそんな気がする。なので、お姉ちゃんの念も飛んでるかもしれないけど、多分妹さんがただ純粋に応援してくれてて、イメージをね、そういうイメージを抱いてくれてるから見た夢かなって思いました。と、こんな感じになりますが、いかがですか。今日もこんな感じになっております。夢は最近結構見るんですけど、私あんまり覚えてなかったけど、最近夢占いの動画上げてほしいというリクエストいただいてから覚えるようにしてて、まあ変な夢しか見ないですね。大体なんかに追われてる夢しか見ないと、こんな感じになります。よし、今日はこんな感じにしたいと思います。
本日の動画以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。また明日、バイバーイ。